皆さん、こんにちは。今日はね、リクエストにお答えしましてね、作っていきましょう。ツイッターの方にね、リクエストをいただきまして、熟練のミクサ使いさん。セブンイレブンでお仕事されててね、今年でセブンイレブン2万店舗になったそうでね、それで祝いみたいなのをね、リアルおままごとでお願いしたいと、リクエストが入りまして、私ができるね、ものと言いますと、こんな美味しそうなの見つけました。春のご褒美パフェ。はい。こんな感じで。パフェですね。美味しそう。これをね、作りたいと思います。多分簡単にできると思うんでね。はい、2つ。で、1つは、食べてしまいます。容器が必要なんでね。皆さん、すみませんが、私、いただきます。はい。では。いただきます。うん。はい。ちょっと場所移動しました。ではね、こちらのケースの中に入れていきますよ。こちらがね、一応見本です。このね、色の層がね、再現できたら嬉しいですけどね。はい、では、ちゃちゃちゃとやっていきましょう。まず一番底に敷くのが、こちらダイソーさんで買ってきました。デコソース。これでね、バーッと入れちゃいます。バーッと。惜しみなく。ここね、ここのクリームはね、洗濯のりのペースト使いましょう。ガバババと。ダイナミックにピンクです。あ、ちょっとだけあった。ちょっと白も使いましょう。ちょっと濃いのでね、色が。ダイナミック。これにいちごのつぶつぶを、こちらのクレヨンね、ではこの黒をね入れます。ではこの中に、はい、削ってつぶつぶ、はい、とっても細かい作業ですね。ではこれをね、2段目に敷き詰めましょう。よいしょ。はい、入りましたね。次にカスタードクリーム風を作りましょう。舐めたくなりますけど、ダメです。はい、同じく洗濯のり大活躍だね、洗濯のりが。はい、で色はですね、少し黄色と黄土色、白。はい、これ混ぜます。カスタードクリーム風もできました。ここにね、入れましょう。美味しそうだ。よいしょ、よいしょ。はい、入りましたね。で、次にですね、生クリーム、まあ、生クリームもね、洗濯のりのペーストでいけそうですけど、こちらのダイソーさんのね、ホイップ生クリームを使いましょう。では、たっぷりいきます。うわー、美味しそうだー。生クリーム風も入りました。次にこちらのね、チョコレートケーキもね、作らないといけませんね。ふわっと軽い粘土を使いましょう。チョコケーキ風をのせてと、ちょっと色が薄いですけど、よしとしてください。最後にね、こちらのね、デコレーション、色で作ったこちらをね、入れまして、入れましょう。いきますよ。初めて洗濯のりでね、ホイップ作りますけど、うまくいくでしょうか。頑張ります。いきます。
はい、いいんじゃないでしょうか。はい、先ほどのね、いちごのシロップ風ね、チョコレートの方もね、できた、できましたぞ。あー、今回は失敗。あ、そうそう、3回ぐらいやり直ししました、今回うまくいかなかった。いつもだったらね、1回でうまくいくんですけどね、今日はなぜか時間がかかりましたね。本物比較をしてみましょう。本物はとちょっと溶け気味ですけど、こちらが本物、ね、今日も楽しかったです、本当に。横面はまあまあ近いでは今日もこの辺でバイバーイ。皆さんもセブンイレブンに行ってみてください。